オートピアがディズニーランドパリでは4台のコースがそれぞれ異なっている。オートピアはゴーカートタイプのアトラクション。1959年と1964年、1968年に再設計され、隣接していたファンタジーランドオートピアを吸収し、コースを拡張するため1999年9月から2000年6月までクローズした。トゥモローランドスピードウェイは、 ゴーカートスタイルのアトラクション。オートピアをベースに作られたものでゲストは誰でも時速11キロで689メートルの長さのトラックのコースを走ることができる。1988年以降、ミッキーのバースデーランド建設のためコースは短くなる。オープン当初はグランプリレースウェイという名称だったが、1996年9月にトゥモローランドスピードウェイ。 1999年にトゥモローランドインディスピードウェイ2008年に再びトゥモローランドスピードウェイに名称が変更された。グランドサーキットレースウェイはゴーカートスタイルのアトラクション2017年1月11日をもってクローズした。レースカーはコース上に敷かれたレールに沿って走るものだが本物のガソリン自動車である。ただし、ピト内に給油機はあるものの 給油は通常パークの営業時間外に行われるため、その作業をゲストが見ることはできない。エンジン本体はロビンエンジンが採用された。オープンから1994年頃までエンジンの始動は本体横の紐を引くタイプだった。そのため、陶器は長時間止めた状態から始動する際、なかなかエンジンがかからないこともあった。 後に全てセルモーター付きのエンジンに換装されたものの、やはり冬場や朝など長時間止めた状態からの指導では駆けかからないことがよくある。レースカー1台の定員は大人2名。アクセルペダルを踏むために身長 132cm 未満では保護者の同乗が必要となっている。なお、身長制限 132cm は TDL 内で最も高い基準である。 当初はコースが長かったが、1996年のトゥーンタウン開業に向けた用地確保のため、1994年12月23日にリニューアルし、敷地が縮小された。以前は追突防止のために、キャストが原則や一時停止などの指示を個別に出していたが、レースカーがぶつかることを考慮してか2003年頃からは、レースカーの更新により、 車間センサーが組み込まれ、前方の車両に近づきすぎると、自動的にブレーキがかかるという仕組みに変更された。そのためか、レースカーの前方と後方のバンパーははみ出ているような仕組みとなっている。また、さらなる安全対策として、ゲストがキャストの操作方法の説明中に、某進むしないよう、エンジンルーム脇に非常ブレーキが設置され、 キャストがスイッチを引かないと発信できないように改造された。レースカーの色は赤、青、水色、黄色、黄緑、白の6種類。それぞれ右ハンドル、左ハンドルともに数台ずつ存在する。過去にオレンジが1台だけ存在した。これは前述のブレーキセンサー取り付け改造時の不足を補うために導入されたもので、細部の造形が 他のカラーの車とは異なっていた。コース内の芝生には時々カルガモ、キジ、オナガガモなど野生の鳥が出没し、コースを横切ることもある。2014年10月30日に発表された東京ディズニーランドファンタジーランドの再開発計画において、敷地一帯がファンタジーランドの拡張予定地と表記されていたが、 2016年10月20日に2017年1月11日をもってクローズすることが正式に発表された。2016年11月21日からクローズ当日までグランドサーキットレースウェイファイナルラップキャンペーンを開催。期間中に乗車したすべてのゲストに記念品として乗車証明書が配布された。オートピアはゴーカートタイプのアトラクション。 東京ディズニーランドのグランドサーキットレースウェイに相当するが、こちらの方がコースが相当長く入り組んでいる。また、使用するカートの形状が丸みを帯びたおもちゃの自動車のような外観をしている点にも特徴がある。オートピアはゴーカートタイプのアトラクション。香港のオートピアのみガソリンではなく、電気でゴーカートが動く。また、並ぶコースによって、 コースレイアウトが大きく異なる。2016年6月11日にマーベルコミックをテーマとするアトラクションの建設のためにクローズした。ありがとうございます。